皆さん、こんにちは。M&F アセットアーキテクト、オプショントレード普及協会の森谷です。えー、先物プラスアルファの戦略。ということで、えー、まあ、オプションのですね、えー、面白さを使ってやってみるという戦略のご紹介です。予想通り上昇すればデルタ、セータが、えー、ベガが味方になります。えー、予想が外れても、えー、今回は下落しても、オプションの利益で先物の,の損失を減らすということです。日経25ミニオプションを利用したカバードコール。 えー、ミニカバコのお話し,していきましょう。はい。えーミニオプションがですね、登場しました。えーサイズがですね、日経駅の100倍で扱いやすい。今までは1000倍でした。資金が限られている個人投資家には持ってこいじゃないかなと私は思っています。えー、リスク許容度を超えない取引が、まあ、できる可能性が高まっています。えー、ミニ、日経25ミニやマイクロ先物とのセット取引がしやすい、えー、可能性がありますね。 で、今回はですね、カバードコール戦略のお話なんですけども、えー、カバードコール戦略っていうのは、まあ新しい投資の形と書いておきましたが、まあ利食い差し値の代わりにコールを売ってお得に株を手放すために使われたりとか、えー、株価がどこまで上がるかを予想するというのをやめてですね、もうあの、オプションのプレミアムをもらうんだという、まあインカムゲイン投資家に変えるというかね、そういったこともできます。あるいはですね、上昇益は狙うんだけども、 まあ、コールを売ることによってプラスアルファの収益をさらに乗せるということで使われることもありますし、今日はですね、やはり、え、先物プラスアルファの収益ということで、え、上昇益を狙いつつも、そこにタイムディケイやインプライドボラティリティが低下するところを自分の利益に変える、え、トリプルパワーをいただくという、そういったお話、紹介をしていきます。 えまずですね、まあ、コールオプションって一体何、何なのかということを確認しておきましょう。えー、コールというとですね、まあ、いわゆる呼ぶというもの、まあ、呼んで物を持ってきてもらうイメージでしょうか。えー、株の世界で言えば株を買うとか買い戻すとか、自分の方に株をこう引き寄せるようなイメージですよね。まあ、これはですね、あの、言い方を変えますと、株を買いたい人の手付けの制度と言ってもいいかもしれません。えー、今、株を買うのではなくて、えー、株を買う、まあ、予約だけしておくことですね。 例えば、まあ、決められた価格で、えー、予約をしておく。実際に株上がったら、実際にちゃんと買うと。後で買う。えー、こういうことですね。で、これはまあ、いわば、別の制度で言えば、手付けの制度というふうに言えるかもしれません。事前にお金を払っておくわけですね。まあ、抑えておくわけです。えー、一方で、じゃあ、コールの義務者になった人どうなるかというと、これ株を売らなければいけないわけですね。ですから、この売る義務、ただこれ、ただで義務を負担する必要はありません。お金をもらえます。 このお金をもらうというところがミソなんですね、えー。自分がどうせ持って、持ってる株を売ってもいいんだったら、その売ってもいい価格で、付橋に、まあちゃんと、ね、応じればお金をもらえるという、こういった制度です。はい。具体的に、どんな風に使われるかを、ちょっと見てみましょうか。えー、株式を今買う、ではなくて、後で買う。後で売るで。今回は買う人にイニシアチブを与えます。 買いたいと思ったら買います。買いたくなければ買いません。こういう仕組みです。ですから、まず約束の価格のことを権利公式価格と呼びます。この場合で言うと、例えば2万7千円で買うというのであれば、コール2万7千と表記します。株価が2万7千500円まで上がった時にはですね、当然市場価格は2万7千500円ですから、2万7千500円で普通買わなきゃいけないのに、相手との関係では2万7千円で買えるわけですから、当然これはお得に買えるわけですね、株をね。 その代わり、えー、先に、ちゃんと手付金払ってるわけです。一方で、じゃあ、売っていた人どうかっていうと、これは、えー、まあ、株をですね、売らなければいけないんです。義務的に売り必要があります。で、これは、えー、義務ですから、市場が27,500円なのに、相手には27,000円で売らなきゃいけない。しかし、最初に受け取った手付金があるから、まあよしとしようという、こういうことですよね。もし株価が下がった場合にはどうか。これは、えー まあ、地上価格2万6千円のものをですね、わざわざ2万7千円で買う人はいませんから、この場合は手付けを放棄します。右側の人は、コールの権利者は自分がその抑えた権利を放棄すればいい。一方で、えー、売る方の人は、売る義務がなくなります。手付金だけが自分の懐に入るという。こういったことなんですね。ということはですよ。ということですよ。はい。相手の手付けに応じて株を売る義務を負担しても、 別に自分の株を相手に渡せばいいだったら、お金を受け取ってる分だけ有利じゃないかということです。株を持っていなければですね、株を売らなきゃいけないわけですよ。ということは調達義務が発生してるわけですから、急騰してるとですね、高い株を買って相手に安くで渡さなきゃいけない。でも自分が持ってる株であれば、それを相手に渡すだけですから、別に株価がいくらになるか関係ない。すなわち自分の持っている株のコールを売ること、これが、いわゆるカバードコールの売りと呼ばれています。カバード、 っていうのはこれは自分の持っている株でコールのリスクがカバーされているという意味ですよね。で、このカバードコールの売りというのが最初に申し上げたように、いろんな目的、動機によって行われています。カバードコール,コールの戦略の意図としてです、ね、整理しておきました。えー、リの代わりにコールを、コールで株を売る作戦ですね。えー、さっき申し上げたように、株を売るときに、 市場で流す、普通に売るのもいいですけど、義務者として売ればお金がもらえるわけですよで。どうせその値段で売ってもいいと思ってるんだったら、差し出して売ろうが、お金をもらって売ろうが、同じく売るということには変わりがありません。お金受け取ってる分だけは有利なはずです。また、もう初めからキャピタルゲイン、上昇益なんて不確実なものを狙わない。 その手付金をもらうんだ。コールオプションのプレミアム、受け取りプレミアムを狙う作戦に切り替えるという、そういった、まあ、いわば、投資のやり方のですね、まあ、パラダイムシフトっていう感じでしょうかね。そういった新しい投資の仕方、投資の発想もあるかもしれません。あるいは、こう、相場が上昇していっている過程でですね、えー、リグしてもいいけれども、もうちょっと、あと、ちょっとだけコールオプションのプレミアムをもらって、さらに有利な、えー、リターンにしようというね。 え、プラスアルファの利益を狙うという、そういった作戦も考えられるかもしれません。また、そのプレミアムをもらってる分を使って、保険のプットのためのお金に回すなんてことをする人もいます。下落した時困るので、プット買いたい。でも、プットの買いのコストがもったいない。なので、コールを売ることで、そのプットのコストをまかなうというようなことに使われることもあります。そして、オプションの醍醐味。 先物にはないオプションのですね、面白さ。これを利益に変えるんだということが、その最後のパターンですね。えー、そもそも先物を買ってる場面を考えてください。先物を買ってますから、上昇でなってるんですね。で、実際上昇すれば利益出ます。そこに時間的価値もいただく。インプライドボラテリティの低下もいただく。この3つのパワーでですね、利益を追求するんだと。 上昇益だけじゃない新しい利益の源泉がオプションを絡めることで出てくるよということです。そして、下がってしまった場合、先物単体だった場合は先物単独の損失が出ますけれども、オプションを売ることで、オプションが利益になる。これで損失を少しカバーできる。こういった、えー、作戦も考えられます。これが先物プラスアルファの考え方です。はい。 先ほど、えー、いわゆる株オプションの話からコールとは何ぞやという説明をしましたが、えー、指数オプション、えー、日経人形のミニオプション、まあ、オプションはですね、えー、もう、もうちょっと話が単純化されていて、えー、まあ、SQ の値とですね、権利公式格の差額を金銭でやり取りするというルールになっています、えー。コールオプション、日経平均のある基準以上の部分の100倍の金銭でやり取りする仕組みと書いておきました。ですから、この事例で言うとですね、 えー、まあ、着地が SQ が27,500円だった場合、このコール27,000円との差額の500円をやり取りするわけなんですけども、えー、まあ、コール売っている側はこの500円払わなきゃいけないんですよ。でも、先物持っていれば、先物から利益が500円出ますから、この500円の先物の利益でこのコールの売りを、義務をカバーできるんだということです。これが先物を持ってコールを売るという、先物のカバードコールの まあ、いわばこの上昇のリスクが消えてるってことの意味ですね。相殺さ,されるんです。はい。で、ミニの場合は、ミニオプションの場合は、この500円かける100倍の5万円のやり取りしますね。売ってる人は5万円払わなきゃいけないわけですよ。そうすると、こちら、ミニを持っている人は、これに500円の上昇で、ミニの場合は、これも100倍でしたから5万円でしょってことはこれ、差額がゼロになりますね。よって、今回のミニオプションを使ったカバードコールというのは、 ミニオプション1枚に対し、日経25ミニ1枚っていう、一番最小単位で1枚1枚で入れるんです。これがですね、ええー、まあ、今回のミニオプションの醍醐味ですかね。はい。そして、この差額がありますけども、オプション量、受け取りオプション量がですね、え、利益のメカニズムの、まあ、源泉になってくるわけです。はい。これをですね、グラフ化します。 えまず、コールオプションの売りというのは、このようなグラフになりますね。イメージしにくい方は、コールオプションの買いを思い出してください。買いというのは、相場が上昇すればするほど、こう上がっていくような絵でしたね。ドーンと。こういう、ここで、こう折れ曲がって上にこういく形でした。これが、ちょうど上下反転して、下がったら利益、上がったら損失という形になっています。一方で、225のミニが、その、上がればこれ、こう上がっていきますから、この部分のコールの損失はすべてミニが、 カバーしてくれますね。下がったらどうか。下がったら、このミニはダイレクトに損をしますけども、コールオプションの売りがちょっとある、あるためにですね、このコールオプションの売りの利益が、このミニの損失をカバーしてくれてますよね。で、この2つのグラフを合わせると、こうなります。この、この濃い、濃い青のところですね。これ満期の姿なんですけども、すなわち、 相場が全く動かなくても、コールオプションの売りが入っているので、利益になる。先物だけだったら、プラスマイナスゼロなのにも利益です。さらに、売り、売り、あの、受け取りプレミアムがあるために、多少逆行しても、プラスで終わります。これ、この真ん中より上が、この横ラインよりも上がプラスですので、多少の逆行でも利益が出ます。下がった時ご覧ください。これがちょっと右の、薄い線がこれ右の損益なんですけど、右の損益だけだとここまでの損失になるのに、 コールオプションがあれば、こんなに上に、まあ、下駄を履いてる状態ですかね。高く、とこに損失が減ってます。これあの、従来型の数値なのでごめんなさいね。これ10分の1になります。これまではですね、カワードコール、これまでも普通にできたんですけども、やはりこれサイズが大きくてですね、えー、まあ、大負けすることがありましたが、これの10分の1になりましたからね、結構、まあ、手掛けやすくなったんじゃないでしょうかね。 で、これ、満期の姿なんですが、ここからです。はい。トリプルパワーとは一体どういうものかってことを説明します。えー、このカバードコールをですね、やる場面というのをちょっと想定すると、オプションを売るんですよね。カバードコールですから。カバードコールの売りなので。ってことは、オプション量が高いときやった方がいいですよ。日経平均の、日経平均 VI という、あの、指数がありまして、 オプションの値段が高いか安いかを示すものなんですが、この日経金 VI っていうのをちょっと確認していただくといいと思います。えー、高い時、ある程度高い時に手がける。すなわち相場が崩れて、崩れた後に下げ止まって、まだブラテリティがそんなに回復しな、下がらないうちに、こう反転した大底で手,手がけるっていうのがいいかなと思っています。ただ、誰にも大底なんてわかりませんよね。だから、その大底だと思ったけども、そこからさらに下がっちゃった時に、 そのオプションの売りが儲かるので、ちょっとその損失が減らせるっていう作戦なんです。じゃあ上がったらどうなるか。上がった場合は、デルタ、セータ、ベガから利益を出すイメージです。デルタって何だろうかえ、ちょっと勉強しましょうか。デルタというのは、日経平均の変動で損益が、まあ、どうなるか。どれくらい出るのかっていうのを示す指標です。この数値をご覧ください。 これはどんなポジションかというと、コール27,125を1枚売って、日経25ミニを、えーまあ、今回はこれ10枚買った場面です、えー。ミニオプションであれば、このコール27,125を1枚売って、ミニを1枚買った状態と思ってください。ここに10枚とマイナスしたのはこれ従来型です。デルタがこの場合0.502とプラスに出てますね。プラスということは日経平均が上昇すると、このポジションからは 利益が出ることを意味します。このセータ先見ましょうか。シータ、またはセータと言います。このシータ、セータというのは、こうですね。時の経過による損益を表しています。12.18ということは、これは、あの、従来型の計算ですが、1、一日あたりですよ。1日あたり12,180円の利益が出ることを示しています。ベガ。 オプションは受給によっていっぱい買われれば、受給、まあ需要が高まれば、当然オプション価格は上がっていきます。その受給が高い状態から、受給がまあ緩んだ状態。そうすると、オプション価格は、このインプライドボラテリティっていう形で表現するんですけども、オプション価格が下がります。その、オプション価格はそのインプライドボラテリティが低下した時にどれぐらい利益が出るのかを示す指標です、これが。 これはマイナスで評価されてますが、実際は、インプライドボラティティが1ポイント、え、下落すると、まあ、上昇すると29,900円損するという意味です。ですから、下落すればプラスですね。29,900円の利益になります。実は、まあ、ちょっとイメージしてもらいたいんですが、相場が急落した時っていうのは、オプションの需要が高まります。まあ、いわば保険のニーズが高まるわけですね。それが下落して、そこを打って上がり始めると、だん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 その保険の需要がなくなっていく。 そうしたら受給が緩んで,くるわけです,そうすると、まあ、その受給によってオプション価格が高くなったものが、だん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 安くなるっていう傾向があります。その、高いか安いかを示すものが、このインプライドボラティリティで思ってください。このインプライドボラティリティというものが、どん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 下がってくると、このポジションベガから利益が出ます。相場が急落したところから反転して戻る場面というのは、このインプライドボラティリティも低下しやすいところなんですね。しかも上昇している場面。だから上昇してデルタで取る。 上昇する間も時間がかかるので、セーター、時間的価値も取る。そして、ボラティリティ、インプライドボラティリティが低下するので、ベガからも利益を出すという。こういったイメージです。ただ、相場の予想というのは当たりません。下がることもある。先物で、そのまま、ただ先物だけ持っている場合には、下落すれば、ダイレクトに損です。しかし、コールの売りがあれば、そのコールオプションが利益を出す。これによってですね、 先物は損失しますけども、オプションの利益で少しでも先物の,の損失を減らすんだということです。はい。事例を研究しましょう。どんどんと下がった。そして、えー、2番底。で、これ反転してここで上がっていた。 この辺りですかね。で、これをどのタイミングで見るかっていうと、これ、この日経平均 VI、先ほどちょっと紹介した、オプション価格が高いか安いかを示すもの、あるいは市場が恐怖を感じているかどうかを示す指数と思ってください。例えば、これだと25のところに線引いておりますけども、この25を超えてるときってのは、まあ結構やばいときですね。ちょうどこの場面っていうのは、ここと見,見比べてください。この一番下げたところが、この一番高いところですね。ですから、まあここで逆張りして、ここで上がるのを狙うのもいいんですが、 ちょっと、それは怖いので、ちょっと相場がこう戻るのを待つわけです。で、待つんですが、その時使うのがこれですね。まあ、この前の時入ってもよかったんですけども、あの、まだ現月が新しくなってないので、まあ、減月をまたいで、次の減月になってから入るという意味で、この、この足で入ってるわけです。この足でね。ボラティリティもまだ高い水準にあるけども、ピークはつけたように見える場面。こういう時です。 状況、日経平均が突っ込んで下落して i b も25ポイントを超えました。その後そこを売ったように見えましたよね。で、i b 日経平均 VI 指数もピークアウトして25ポイントをちょっと割り込んだ水準だった。相場の予想としては上昇するだろうです。だから先物ロングでいいんですよ。だから問題はその先物ロングするんだけども、そこからもう一発下げるかもしれないから、その下げた時どうするのか。あるいは、ものすごく大相場になるところまで狙うんじゃなくて、その、 少し上昇を狙って、そしてオプションの売りからも少し利益が出る。トリプルパワーを狙うんだ。そのトリプルパワーをもらうためにポジションを取るということです。ですから先物をロングする。そして i v が高いうちにですね、コールを売るんだということです。さて、えー、どんなグラフになるか。まず満ン損益図を見てみましょう。まず、この薄い先物、これが先物のロングです。この薄い、こういう形してるのはこれがコールオプションです。 ですから、先物はもう下落してしまえば損が出るけども、その時コールオプション利益になります。上昇するとどうか。先物は利益出てますけども、オプションが損します。しかしこの角度がですね、ちょうど上下反転なのが分かりますね。よってグラフはこのように、下落すればこのように下落するけれども、上昇すれば一点になる。この分が利益が出るという絵が見て取れると思います。そして、先物だけの場合を考えてください。これだけ損が出るのに、 コールの売りがある分、これだけ。ですか例えば2万6千円の時を見てください。先物だったら、これだけの損失が出ます。しかし、コールがある分、ここまで損が減るんですね。こういうようなグラフの、まあ、になっているということです。で、これはあくまでも、満期の図なので、ここまで、満期まで引っ張ることはしません。はい。さて。はい。さて、えー、実際ですね、これ、 入った翌日なんですけど、見てください。上昇すると思ったのにもかかわらず、330円下げちゃってるんですよ。もうあの、まさに逆行っちゃったわけです。えー、ちょっと具体的なポジションの例を見ておきましょうか。えっ、ー、と、コール27,125を650円で売っています。 ミニは27,060円で、今回は10枚入っています。これミニオプションであれば、コール27,125を1枚売って、日経あミニオプションね。ミニオプションの27,125のコールを1枚売って、ミニを1枚買えばいいというポジションになります。これすべて10分の1になります。はい。で、この絵を見てください。330円上、下落してしまったので、先物だけだったときには、 330円の逆行なんですね。ミニ10枚ですから33枚の損失です。ミニだったらこれ3万3000円の損失状態になります。ミニオプションとミニ1枚だった場合はね。ですが、このピンクがですね、あの、この日の損益の予想図なんです。青は満期損益。このカーブはちょっとなかなか自分で描くの難しいですね。ブラックショーズモデルでこうやって線を引くんですけども、なかなか難しいですが、まあツールを使えば出てきます。 こういったツールを考えてください。日経平均が下落したので、ちょうどこれ入った日ですね。入った日よりも、ここまで下がってます。ここからここまで下がってます。逆行してます。ですから、もしミニだけだったら、これだけ損してます。33万円の損。しかしながら、コールオプションの売りが入ってますね。コールオプションの売りが入っているので、その分、損失が少ないんです。コールオプションの利益が19万円ありましたから、 結局、14万円の損失で済んでます。ミニオプションだったら、これ14000で済んでます。予想に反し下がった場合、先物は損失になってますけれども、オプションの利益でその先物損失が減っていることがわかります。はい。その後ですね、えー、数日経って、245円の上昇があった場面を見てください。まあ、これちょっと数日経ってますから、 見てですかデルタはプラスですね。で、セータはプラスですね。で、ここの数値見ていただきたいんですけど、これ、インプライドボラティリティが最初21.31で、あ、最初21.31じゃないわ。え、これはさ、今の価格ですね。最初から見たときに、インプライドボラティリティが1.45ポイント下がってます。よって、ベガから利益が出てますね。この下に、このプラス34,555円の利益が出てることがわかります。セータ。 時の経過によって、毎日当たり、毎日毎日1万数千円ずつ利益が積み上がっていって、今回17万3千円もの利益出ています。当然上昇しましたからデルタ化も利益です。デルタの利益、ベガの利益、そして時間的価値、セータ、シータからの利益。この3つの力が加わって、先物だけだった場合は、24万5千の利益しかないところが、実際今は33万円の利益になっている。このように、 オプションから8万5千円の上乗せがあったわけです。ね。上昇しましたからデルタからの利益。ボラティリティ、インプライドボラが下がったので、ベガからの利益。当然、時が経過したので、セータからの利益が出てるわけです。もちろん、このポジションをご覧いただいてわかるように、すごく上昇してしまった場合にはですね、この損益、この 赤いカーブとこの黒が入れ替わる、ここ、ここより上に上がれば右だけの方がいいんですよ。オプションが逆に邪魔しますよ。でも、この部分を取りに行くじゃなくて、ここを取りに行ってるんですね。ここ。少しでもオプションが利益を先物よりも上に上乗せしてくれてる部分。こっち行くってわからないからね。このようにうまく上昇してくれた時には、 え、先物だけを持っていた場合よりもプラスが出ているという、そういったことを狙いに行きます。はい。えー、まあ、ちょっと数字が小さいので、あの、後で見ていただきたいんですけども、えー、1日あたりどのように利益が増えたり減ったりしているのかってことを示しています。えー、実際上昇した時、これあかん、上昇した時はですね、えー、グラフの形見てください。デルタのところが赤いプラスになっている。 ベガのところが赤いプラスになってる。セータのところが赤いプラスになってる。ね。すなわち三つのパワーがプラスを導く。よって、えー、一方で下がった時、確かに損は出てますけども、ここを見てください。日経2 25のミニの方の損失は、よりをそのオプションのコールの売りがカバー、少ししてるという形になってますね。このように、えー、まあカバードコールをですね、うまく利用する、えー、売りを絡めることでですね、えー また、先物だけではできないような、そういった利益の出し方っていうのがあるんですね。えー、もちろん、これ下がってしまった時には、先物も,もロングしてるのとほぼ同じですから、ちゃんと、えー、ある程度のところでは損切りしなければいけないことは言うまでもありませんが、えー、それでもオプションが少しカバーしてくれるので、少しゆったりできるんじゃないでしょうか。えー、上昇した場合にはオプションの利益で、 え、オプションと先物の,のですね、面白いメカニズムによって利益を出すんだということ。このあたりをですね、まず知っていただいて、このカバードコール戦略を研究していただけたらと思います。今回ですね、カバードコールのやり方について説明しました。以上にしたいと思います。